はい、こんにちは。仲裁英語を始めます。今日はね、関係代名詞っていうね、ちょっとまた新しいことについてやっていきますね。関係代名詞、ここもね、結構難しい内容なんで、しっかり聞いてほしいと思います。いいですか。まずね、関係代名詞とはってことでね、まあ、このね、語句の説明をしていきたいと思います。いいですか。ね、関係代名詞とは、文中の名詞や代名詞を別の文で修飾するときに使う、ね、ちょっとまあややこしいですね、まあ、2つの文を結ぶ接続詞の働きがあり、かつ代名詞の働きを持っている、ね、この2つの働きを持っているのを関係代名詞と言います。いいですか、ね、要はね、2つの文を結ぶんですね。2つの文をくっつけるんですが、その時に接続詞の働きもあり、代名詞の働きもする。それがね、関係代名詞になります。いいでしょうか。ね、まあ、日本語ばっかりで、ちょっとね、説明するとちょっと、ね、難しいかもしれないですけど、実際ね、英語にしたらね、まあ、そんなにややこしいわけではないので、ね、まずは説明をね、しっかり聞いてほしいと思います。いいですか。でね、次、よく出てくる言葉にね、先行詞っていう言葉が出てきます。これ関係代名詞の時にね、よく出てくる言葉なんで、しっかり覚えてください、ね、関係代名詞が導く文、まあ、説とかに修飾される名詞とか代名詞を言います、ね、関係代名詞っていうのは先行詞プラス関係代名詞が導く説になります、ね、文法としてはね。なのでね、先行詞のすぐ後に関係代名詞が来ます。まあね、今ここでね、こういうふうに言ってもね、何のことやろうと思う人もいるかもしれないですけども、要するにね、先行詞っていうのは、まあ、そのね、漢字の意味の通り、まあ、先にある言葉なんですね。関係代名詞が導く、ね、修飾される名詞代名詞、まあ、関係代名詞が何を修飾するかっていうね、その先、ね、それを表す言葉を先行詞と言います。そのね、言葉、しっかり覚えるようにしてください。いいですか、ね、先行詞のすぐ後に関係代名詞は来ます。これもね、しっかり覚えておいてください。いいですか、ね、先行詞と関係代名詞の、ね、間にはいろんな語句ごちゃごちゃ入ったりしないんですね。先行詞のすぐ後に関係代名詞が来ます。いいでしょうか。はい。じゃあね、次いきたいと思います。はい、関係代名詞はね、まあ、大きく2つあります。主格の関係代名詞と目的格の関係代名詞、ね、2つあります。で、今日はね、こっちをやっていきます。主格の方をやっていきます。目的格はまたね、次回以降にやっていきます。いいですか。でね、主格の関係代名詞というのは、関係代名詞説の中で主語の働きをするもの。これもね、何のことやられてるかもしれないですけども、まあね、関係代名詞の説っていうのは、まあ、後ろの方、文の後ろの方ってことですね。で、主語の働きをする。どういうことかというと、先行詞が人の場合は、関係代名詞としては、who が that を使います。で、先行詞が物とか動物の場合は、which か that を使います。まあ、これどっちを使っても正解です。いいですか。ただね、こう問題によってはね、that を使わないでとかね、逆に who を使わないでとかね、そういう指定があるときはそれぞれ使い分けるようにしてほしいんですが、そうでない場合は、人の場合は who か that、物や動物の場合は which か that を使うようにしてください。いいですか、ね、これらが関係代名詞になります。いいでしょうか。ね、で、目的格の関係代名詞っていうのはね、これもね、関係代名詞説の中で目的語の働きをするものになります。これもね、先行詞が人の場合と先行詞が物の場合とでまた分かれてくるんですが、ね、ちょっと使う言葉が変わってきます。風語とか出てくるんですね。まあ、この辺はちょっと次回以降にやっていきます。いいでしょう。今日はね、この主格の関係代名詞についてやっていきたいと思います。いいでしょう。ね、人の場合は風かざっと。物や動物の場合は不一致かざっと、ね、まあ、これをね、まず理解するようにしてください。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。
はい、主格の関係代名詞フーとかザット、まあ、どういうことかっていう具体的な説明なので、ね、しっかり聞いてください。例えばね、私には神戸に住んでいる友達がいます。まあ、日本語でもね、こういう言い方します。今まではね、こういう文章の時は2つに分けるしかなかったんですね。 I have a friend、 私は友達がいます。で、まあ、その友達、まあ、he かも she かもしれないんですけど、は、まあ、彼は神戸に住んでいます、ね、こういうふうに2つに分けるしかなかったんですが、関係代名詞を使うと1つにすることができるんですね。どういうふうにするかというと、この I have a friend と he lives in 神戸を関係代名詞 who でつなげるんですね。で、この I have a friend のこの friend、 これが先行詞になります。ね、いいですか。ここが先行詞になるんですね。で、フレンドっていうのは当然人ですね、人間です。で、先行詞が人の場合は who またはざっとで受けます、ね、関係代名詞は who またはざっとになります。いいですか。で、ここは who 以下はここの後ろが関係代名詞説っていうんですが、who lives、 ここ lives 三単元の S がついてますね。なぜかって言ったら、ここが三人称単数だからですね。要するに、フレンド。フレンドは三人称単数ですね。he または she に当たることですね。なので、先行詞によって、ここは動詞は変わります。三人称単数の場合は s がつくし、そうでない場合はそのまま。とかね。そういうふうになります。いいですか？ここ注意してくださいね。先行詞によってここの動詞が変わります、ね、いいでしょうか、ね、なので I have a friend who lives in 神戸、これでね、私には神戸に住んでいる友達がいますってね、こういう風になるんですね。いいでしょうか。で、まあ、下もね、 I have a friend who lives in 神戸となっていますが、この who 以下、これがフレンドを就職してるんですね。神戸に住んでいる、神戸に住んでいる友達っていうことでね、こういう就職の形になります。いいでしょう。これがね、主格の関係代名詞になります。いいでしょうか。の人の場合ですね、主格の関係代名詞の人の場合の、ね、英語の説明になります。いいでしょうか。この2つの言葉を、2つの文をつなげるために関係代名詞を使います。 who を使いますね。で、ここの who の後の関係代名詞の後のここの動詞の形は、この先行詞の、ね、によって変わるということですね。これしっかりね、理解してください、ね。文の真ん中にね、風とかね、なんか疑問詞みたいなのが入ってて、おかしいじゃないかって思うかもしれないですけども、そうじゃないんでね、これは関係代名詞の風なんでね、しっかり使い分けるようにしてください。いいでしょうか。はい。じゃあね、次、いきます。次はね、主格の関係代名詞でも、which、that、which の場合に行きます。これは、例えば、これは長い行くバスです。This is a bus。これはバスですね。で、バス、it goes to 奈良、ね、奈良へ行く。今まではね、これは奈良行くバスですって言うと書こうとすると、2つに分けるしかなかったんですが、関係代名詞を使うとね、1つの文にすることができます。で、どうするかというと、This is a bus which goes to 奈良、ね。この場合、バスが先行詞になります。で、バスっていうのは、当然ながら人ではないですね、ものになります。ものなので関係代名詞は who ではなくて which になります。 that でもいいんですかね。で、ここは goes になってますね。ここもさっきと一緒です。動詞の形は先行詞によります。 bus っていうのは三人称単数扱いですね。三人称単数になります。 it ですね。なのでこれね、動詞の形は、ね、先行詞によるので三人称単数の es がつきます。 goes to ならね、がこういうふうになります。いいでしょうか。物の場合は不一致なんですね。人の場合は風になります。いいでしょうか。
あとはね、下はさっきとほぼ一緒ですね。 This is a bus which goes to なら which 以降、関係代名詞以降の節がバスを就職してるんですね。いいですか。奈良へ行くバス、奈良へ行くバスっていうふうにね、就職してます。こういう関係になります。いいでしょうか、ね、これが、ね、主格の関係代名詞の非先行詞が物の場合になります。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。次はね、ちょっとややこしいんですが、関係代名詞節が文の主語を修飾する場合、まあ何のこっちゃだってことかもしれないですけども、例えばね、帽子をかぶっている少年はボブです、ね、この場合、ね、帽子をかぶっている少年はボブですっていうと、まあ、The boy is Bob、ね、少年はボブです。で彼は wearing は、まあ、着るとか言うんですね、かぶっているとかですね、まあ、帽子をかぶってますっていうふうに分けてあるんですが、これをくっつけると、ね、帽子をかぶってる少年、ね、少年を就職してるんですね、帽子をかぶってるっていうね。なのでこのね、is Bob、 ボブですっていうのが最後の部分ですね。で、ボーイが先行詞になります。いいですか。ボーイが先行詞になって、その少年は帽子をかぶってるっていうふうになりますね。いいですか。なので The boy で人なので Who ですね。 Who is wearing a hat、ね、で Is Bob なんですね。こういうふうになります。いいでしょうか。文の主語を修飾してるんですね。 The boy who is wearing a hat is Bob なんですが、ここのここ Who 以降がボーイを説明してるんですね。この少年のこと、主語を説明してて、それはボブですっていうことになるんですね。いいですか。これね、ちょっとややこしいですが、ね、文の主語を修飾する場合、ね、ザ・ボーイのこのボーイを修飾する場合はこういうふうな感じになります。いいでしょうか。こういうね、場合もあるので、しっかりね、理解するようにしてください。いいでしょうか。ね、まあ、大事なことは、ね、物とか動物がの関係代名詞は不一致かざっと。で、人の場合は不かざっと。ね、こういうふうになるってことですね。まあ、しっかりね、理解するようにしてください。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。はい、じゃあね、ここからは問題になります。まずはね、和訳の問題です。いいですか。関係代名詞をね、しっかり意識して和訳するようにしてください。いいでしょうか。ではね、映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。写真やっていきたいと思います。1番、 She is a teacher who teaches math、ね、彼女は先生ですって言ってるんですね。で、先生はだからこれが教えてるってことですね。なので先生っていうのは3人称単数ですね。なので3回目ですがつきます。 She is a teacher で、この先生が教えてるってことになるので、ね、これはどう予約になるかというと、彼女は数学を教えている先生です。数学を教えている先生ということなんですね。ここが先行詞です。いいですか。こういうふうになります。いいでしょうか。次、He has a brother who lives in Kobe、ね、これは、He has a brother、まあ、兄がいますと。で、これが先行詞ですね。これの説明をしてるので、ここがね、ブラザーは三人称単数に当たるので、ここはリブズになります。いいですか、ね、これが先行詞で、ここ Who 以降がこれを説明してるんですね。神戸に住んでいる兄ということなんですね。いいですか。じゃあね、どういう役になるかというと、彼には神戸に住んでいる兄がいます。まあ弟でもいいんですが、ね、こういうふうになります。いいでしょう。
次、This is a bus which goes to 博多。これも、This is a bus、ね、バスって言ってるんですね。これを which 以降が説明してるんですね。なので、バスっていうのは3人称単数なので、ここは goes になります。ね、goes to 博多。博多へ行くバスっていうことですね。こういう風になります。ね、これは博多へ行くバスです。ね、こういう風になります。いいでしょうか。次、4番。The notebook which is on that table is yours. これは The notebook、ね、ノートブック、これをここが説明してるんですね。で、ここからあとはここまでが主語なんですね。で、yours になるんですね。だから、on that table、テーブルの上のノートブックはあなたのですっていうことなんですね。いいですか？どういうふうになるかというと、あのテーブルの上にあるノートはあなたのものです。テーブルの上にあるノートは、ね、あなたのですっていうことなんですね。こういうふうになります。いいでしょうか。どうですかね、できましたかね。まあ、ちょっと難しかったかもしれないですけども、間違った人はね、しっかり、ね、復習するようにしてください。いいでしょうか。はい。じゃあね、次いきます。次はね、選択の問題です。ね、ここは日本文がありません。英文だけで判断してください。ね、正しい方を、ね、適切に選ぶようにしてください。いいですか。ではね、映像を止めて始めてください。始め。はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。1番、 This is a train go to 横浜、ね、これはトレインって言ってますね。 This、 これは電車です。電車っていうのは人ではありません。なので関係代名詞は which になります。いいですか。 which goes to 横浜で、トレインっていうのは3人称単数に当たるので、ここがね go ではなくて goes になってますね。いいですか。この辺もね、しっかり理解してください。次、I have a sister. 何々 lives in Tokyo、まあ。東京に住んでいるって言ってますね。で、I have a sister、ね、お姉さんか妹ですね。がいますって言ってるんですね。お姉さんか妹っていうのは当然人なので、これはね、関係代名詞は who になります。ね、I have a sister who lives in Tokyo、ね。こういう風になります。で、シスターっていうのも3人称単数になるので、リブスになります。いいですか？ね。次。This is a car. 何々 was made 7 years ago. ね。これは、カーって言ってますね。車なので、これも人ではないので、関係代名詞は which になります。which was made 7 years ago. ね。こういうふうになります。次、4番。I have a friend. 何々 likes music. ね、have a friend. フレンドって言ってるのはお友達ですね。友達っていうのは当然ね、人なので、これはね、関係代名詞は who になります。ね、音楽が好きな友達ってことですね。いいですか？こういうふうになります。どうですかね？できましたかね？人の場合と物の場合でね、関係代名詞が変わってきます。まあ、ザットの場合は共通ですが、そうでない場合はね、ちゃんと正しく使い分けができるようになってほしいと思います。いいでしょうか。はい。じゃあね、次いきます。はい、次はね、穴埋めです。これもね、一つの穴に一つの言葉が入ります。これはね、日本文もあるので、それも参考にしながらね、適切な語が埋められるようにしてください。いいでしょうか。ではね、映像を止めて始めてください。始め。
はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。じゃあ一緒にやっていきたいと思います。まずギターを弾いている少年は私の友達です。 The boy 何々 is playing the guitar is my friend、ね、これは The boy っていうのが先行詞なんですね。 boy っていうことは当然人間ですね、人です。なのでここに入る関係代名詞は who になります。 The boy who is playing the guitar is my friend、ね、こういう風になります。なんかね、is が2回来るとなんかもうなんかすごい間違った文なんじゃないかと思うかもしれないですが、そうじゃないんですね。いいでしょうか。次、私たちはモモと呼ばれる猫を飼っています。 We have a dog、 あ、キャットですね、これ犬ってちょっと間違ってましたね。 We have a dog 何々 called Momo、ね、この場合は、ね、まあ、dog、まあ、犬でも猫でもこれはね、人ではないです。なので、これは which になります。いいですか。次、向こうで走っている少女を見なさい。これはね、命令文ですね。 look at から始まる。 look at the girl、ね、running over there、まあ、向こうで走っているというんですね。で、girl が先行詞になるんですが、 girl は当然人です。なので、who になります。 look at the girlWho is running over there?、ね、こういう風になります。次、4番、机の上にあるペンは私のものです。 The pen 何々 is on the desk is mine、ね、これはペンが先行詞になるんですね。このペンっていうのは当然人ではなくて物に当たるので、これは which になります。 The pen which is on the desk is mine、ね、こういう風になります。いいでしょうか、ね、どうですかね、できましたかね。間違った人はね、しっかり復習するようにしてください。いいでしょうか。はい、じゃあね、次いきます。はい、次はね、英作文になります。ヒントなしのね。ただね、問題よく見てくださいね。関係代名詞はね、ザとは使わないでくださいということです、まあ、もっとヒントを言うと、フーかフィッチを入れてくださいということですね。使ってくださいということですね。こういう風になります。いいでしょう、ね、じゃあね、しっかり問題を見てね、英作文できるようにしてください。これね、最後とかね、青い目をした猫はっていうのはね、これ The cat からね、始めると書きやすいですね。そういう風になります。いいでしょうか。じゃあね、映像を止めて始めてください。始め、はい、やめてください。どうですかね、できましたかね。一緒にやっていきたいと思います。私には名古屋に住んでいる友達がいます。ね、まあね、名古屋に住んでいるっていうのがね、友達を説明してるんですね。なので、名古屋に住んでいるっていう部分が関係代名詞の説になります。ということは、先行詞は友達なんですね。じゃあどうなるかというと、I have a friend.Who lives in Nagoya? ね、これが先行詞です。これをここ「ふ」以下が説明してるんですね。名古屋に住んでいる友達、ね、こういうふうになります。で、フレンドは人なので「ふ」を使います。関係代名詞は「ふ」になります。いいでしょうか。次、2番、私はフランス語を上手に話すことができる少女を知っています、ね、これも少女を知ってます。少女っていうのが先行詞になるんですね。で、どういう少女かっていうと、フランス語を上手に話すことができる、何々することができるっていうことで、can を使うんですね。何々することができる少女を知ってますってことなんですね。じゃあ、これはどうなるかというと、I know a girl、ね、who can speak French well、ね、これが先行詞になります。で、who 以下が、フランス語を上手に話すことができる少女を知っているということになるんですね。いいですか。先行詞、その後の関係代名詞、関係代名詞以降を説明しているんですね。いいですか。次、これは大阪へ行く電車ですか。これ疑問文ですね。これね、疑問文はね、ちょっと難しいかもしれないですけども、ね、答え先言うと、 Is this the train?Which goes to 大阪、ね、こういうふうになります。
これね、これが先行詞なんですね。で、ウィッチ行こう。大阪へ行く電車ね、is this、 ここでね、ここが入れ替わって疑問文になってるんですね。電車ですかってことになるんですね。いいですか。大阪へ行く電車っていうので説明してるんですね。で、それがそうですかっていう is this になってるんですね。なので最後クエスチョンになります。これちょっとね、違和感を感じる人もいるかもしれないですけども、ね、よく考えたら分かるんですね。先行詞があって、先行詞以下をここの関係代名詞以下が説明してて、それを聞いてるんですね。is this って聞いてるんですね。こういう風になります。でしょ。次、最後、青い目をした猫はタマです、ね、これさっきもね、やる前にヒント言いましたが、ザキャットから始めるとね、書きやすいですね。 The cat which has blue eyes is Tama、ね、猫で、それがどんな猫かっていうと、ブルーアイズ、まあ、青い目をした、まあ、目っていうのは普通に2個あるのでね、複数にします。ブルーアイズ、青い目をした猫はタマですね。こういう風になります。先行詞を不一致以下が説明して、それはタマですっていうことになりますね。いいですか。いいでしょうか。どうですかね。できましたかね。まあね、難しかったって思う人が多いと思いますが、そういう人もね、正しい答えをね、何回も書いて練習するようにしてください。そうするとね、確実にね、英語の能力が上がってくるのでね、しっかりね、書いていくようにしてください。いいでしょうか。はい、ではね、今日はね、関係代名詞っていうことでね、まあ、全体の説明と、それとあと主格のね、説明をやりました。いいでしょうか。ね、関係代名詞は本当にね、難しい分野なので、じっくり聞いてね、しっかり理解するようにしてください。いいでしょうか。ではね、今日の授業はこれで終わります。ありがとうございます。